と。ちょうどいいわ。私も話を聞きたいところだったの。武器を使える場所がいいわよね。あと、相手から未発見の状態で射撃すると、命中にもダメージにもかなりのボーナスがあるみたい。このスキルは私に合っている気がする。ここでいくら考えても机上の空論ね。実用レベルで使えるかはフィールドに出て試してみないと。了解、やってみるわ。試し撃ち、この辺りがいいんじゃない？私でも倒せそうなの？夕食の？って。うん。高いところの方が狙いやすいし。射撃ポイントとしては、この枝が最適みたいね。ターゲット捕捉。もぞもぞ動かないで。照準がブレる。あと喋らないで、気が。キリト、あんた触ったわね。どうもよ。まったく、そういう肝心なことは早く言って。しかも、これゲームなのよね。服も濡れて透けるとか、なんでそんなところまでリアルなのよ。とんでもない目にあったわ。服が乾くまで、あんたは私の前にいて振り向かないこと。あんたが初めての実戦相手とはね。謝らなくてもいいわよ。いい訓練になったから。まあ、すばしっこいあんたで練習したから、その後のスキルの検証をはかどってよかったわ。今度は変なことしないでよね。